アムール川の流域。アムールのダイラコサック、4番目、右。20世紀初めのアムールのコサックたち。アムールコサック軍は、1858年から1918年まで、アムール川の領域に存在したロシア帝国のコサック軍の一つ。黒竜コサックとも。アムールコサックは、1850年代にアムール州と沿海州へ移住した。 ザバイカルコサックの下で編成された。コサックの主な構成員は、ヨーロッパ系のウクライナ人、ロシア人とアジア系のシベリアの原住民であった。ザバイカルコサックの移住は1854年に始まったが、最初のコサック集落は1858年に発足された。アムールコサック軍に関する法律は1860年に完成された。 初期のアムールコサック軍は、アムール州、宴会州の知事に従っていたが、1879年から、宴会州の知事のみによって指揮されるようになった。1880年代から、アムールコサック軍に関する指揮監督権は、ウスリーコサック軍を指揮していた、宴会州総督兼宴会州軍管区長官に属するようになった。コサックの任務は、 アムール川とウスリー川の境界線の巡回、防備であり、さらに1897年からはアムールウスリー水軍の編成、維持でもあった。アムールコサック軍の中心都市はアムール州のブラゴベシチェンスクであった。コサックは640万ヘクタールの土地を所有し、81万ヘクタールの実を農業のために使用していた。1916年に女、子供を含む、 コサック軍の総人口は約49,200人であった。平時にはアムールコサック軍が義務を果たすために4つの100人隊からなる1つの騎兵連隊と1つの親衛小隊を国家に出し、戦時には12の100人隊からなる2つの騎兵連隊、1つの親衛小隊5つの特別100人隊と1つの予備100人隊合わせて約3,600人を出していた。 コサックの軍服は高い毛皮帽子、新緑色の上着と灰色のズボンで、軍色はアジアを象徴する黄色であった。アムールコサックはいかほどの軍役に参陣していた。1918年にブラゴベシチェンスクで共産党のボリシェビキ政権が成立するとアムールコサック軍は廃止されたが、コサックは反発してボリシェビキをアムール州から追放した。 しかしボリーシェビキは、1920年に、ブラゴベシチェンスクをはじめ、アムール州の全領域を奪い返し、コサックとの戦いを続けた。1924年にアムールコサックの残党は、ザゼイスク反乱を起こしたが、敗戦後満州へ逃亡した。ありがとうございます。